じっくり焼き上げた豚肉のグリルに油の乗った金華サバ、素材にこだわる諏訪市の居酒屋です。今の時代、お店選びの大切なポイントは感染対策ですよね。長野県ではより安心して飲食店などを利用できるよう適切に対策されているお店を信州の安心なお店として認証しています。そんな私たちの町の安心なお店をご紹介します。諏訪市滋賀にある居酒屋清兵衛、どんな感染対策をしているのでしょうか。まずこちらで、検温と、アルコール消毒必ずやってもらって、皆様が確認されたら席に案内するように、はい、していますね。座ってもらった際にその日の来店日時、時間と、あと代表者様お名前をいただいて、また何もなかった場合2週間経ったら廃棄させていただくということでやらせてもらっています。客同士のテーブルが隣り合わないよう距離を保って席へ案内、アクリル板などで飛沫対策も行っています。またコロナ対応として店頭に移動販売車を置いてテイクアウトを充実、周辺にビジネスホテルが多く客の要望に応えた形です。ホテルの宿泊のお客さんがやっぱ部屋で食べれるようにっていうものでご用意するように考えていました。店内に入らずに買えるのっていうのはやっぱすごいいいみたいで、気軽に買えて嬉しいとか、あ、こういうの望んでいたんだよねっていうのを言っていただけたので、そこから継続してやるようにしています。お店の一押し、日本酒やワインなど種類豊富なお酒とともに味わえるのが素材にこだわった魚料理。中でも一押しが、当店としてはやっぱこのサバにこだわってまして、気仙沼からですね、サイズにこだわって仕入れたサバですね、これを店内で開いて熟成させて干すという方法を取らせてもらって、旨味を凝縮させております。脂の乗ったサバは外はパリッと中はジューシー、リピーターも多いという名物メニューです。またお魚に加えてですね、お肉にもこだわってまして、上田のタローポークというものを、はい、取り扱っています。脂身が本当特徴あってとても美味しく、また冷めても硬くなりづらい肉質ということで、ゆっくり味わっていただけるような豚肉になってますね。大皿料理は感染対策にも配慮しながら提供しています。各お料理に関して人数の分の取り箸やスプーンなど用意したりとか、あとはお客様のご要望に応じて先ほどの大きいトロサバ焼きなんかは半分に切ったりとか4分の1に切ったりとか、皆様のご協力を得ながら楽しんでいただけるようにやっていこうとは思っています。信州の安心のお店認証制度では、ご覧の業種を対象に登録申請を受け付け中、プレミアム付きクーポン券の販売など詳しくはホームページをチェックしてください。みんなで安心なお店を応援しましょう。